どうも、阪神情報局です。今日もタイガースの最新情報についてお話をしていきましょうということで、現在この動画を撮影しているのが2月25日の金曜日なんですけれども、ついに明日からオープン戦。 開幕1軍を狙う選手にとっては、徐々にアピールチャンスが限られてくる中で、ここまでの実戦で大きな変わり目を見せているのがエゴス選手。そんなエゴス選手の獲得に向けて、実はカープが少し前にトレードを画策していたということで、今回の動画では、エゴス選手が語った最後の挑戦、そしてタイガースがトレードによる放出を拒否した理由についても深掘りをしていきながらお話していきたいなと思います。では早速お話をしていきますが、ここまでの実戦でこれまでとは一味も、そして二味も違う姿を見せてくれているエゴス選手。いや、フリーバッティングだけやろ。お、シートバッティングでも打てるやん。お、実戦でも結果出てるで、 徐々にににタタイイガーーーススファンンのののの心をををつつみありまますす特に印象深いのは20日のドラゴンズ戦ですよね同点の9回に試合を決めるタイムリー3ベースを放ちましたその打球というのも逆方向にぐんぐん伸びていくフェンス直撃の素晴らしい打球だったと。で、エゴス選手はその一振りを振り返って、手応えは良かったです。あの方向への打球はバッティング練習でも意識をしていたので、今後も継続していきたいということで、キャンプが始まってすぐですかね。エゴス選手のフリーバッティングの変化についてお話をしましたが、その時から逆方向に伸びていく打球を繰り返し練習していた。それがキャンプを重ねていく中で、どんどん染みついてきた感じというのが がしますねそしてあの監督はエゴシ選手のここまでを振り返って、エゴシに関してはずっと言ってるように、打てればスタメンでずっと出られるような守備と足を持っている。今いろいろと取り組んでいることが結果に出ているということで、打てばスタメン、これはタイガースファンでもずっと言い続けてきたこと。昨日の紅白戦でも三振、ゲッツ等、切り替えが難しい3打席目に追い込まれてから粘り強く二塁打を放ちました。これまでだったらその最終打席も簡単に終わっていた可能性が高かったと思いますんで、いろんな面で変わり目を見せてくれています。直近3年間のヒットというのはわずか1本。ここまでの対外試合打率は3割近くまで上がってきてますから、 間違いなくオープン戦に向けていい形で入っていけるんじゃないでしょうか。で、エゴス選手といえば金本前監督が期待を寄せて3番センターで使ったことがあるぐらい打力も期待されていた選手。あの黒田投手からの一発を含む4試合連続ホームラン。あの時のエゴス選手には大きな期待がかかっていましたし、今後どんな選手に成長してくれるのかワクワクしましたよね。しかし時間が経つにつれ確実性が最大のウィークポイントになった。いつしかエゴス選手についてはバッティング練習の飛距離はすごいんだけどなと言われるようになっていて、今年のキャンプを見てもどうせバッティング練習だけでしょと言われるのも仕方がないという過去がある。足を うちもチャレンジした7年間いろんな人の指導を受けて一時感覚をつかんだとしてもそれが長く続かないその一番の理由としてエゴス選手が挙げたのはすぐに結果を求めてしまっていたからなんですねそのことについてエゴス選手のコメントですけれども良くなった時も自分であまり考えずやっていて言われたことをそのままやってこれいいなという感じだった調子が悪くなった時にどうしていいかわからない時が多かったそれをなくしていくためにも今しっかりなぜいいのかダメなのかを考えながらそれに気づいた遅いのかもしれないですがということでまあ簡単に言うと人から言われたことを特に深く落とし込まず実践してそれに狂いが生じ たきに深く理解してなかったが、ために戻せず、試行錯誤する時間が続いたと。でも去年の夏場以降、平田監督とマンツーマンで練習し続けたり、今年から藤井猛コーチに連日指導してもらったり遅いかもしれないけど、自分の課題に気づくことができた。それがここまでのキャンプで結果を出せている大きな要因なのかなと思ってます。ここ数年というのはダイソー守備固めがメイン。若い選手がどんどん出てくるということもあって、打席に入ることも少なくなってきた。そしてい板打席に入ったとしても、自分を強く持っていなかったこともあって、結果がなかなか出ない。それが3年間ヒット1本という寂しい結果に繋がってしまった。その。 ついてエゴス選手は正直全然楽しくないというか、守備総類でもチームに貢献できればもちろん嬉しいけど、やっぱり打たないと面白くない。打つ方でもしっかり貢献したい。試合の頭から出て最後までグラウンドにいたいです。ということで、やっぱりスペシャリストと呼ばれる選手でも多くの選手はもっと試合に出たい。頭から出たいと向上心を口にします。それはエゴス選手にとっても同じこと打てないと面白くない。これはもう野球人なら誰もが思うことだと思うんですね。まして、エゴス選手に関してはホームランを打てる。パワーがあるだけに、なおさらプロ7年間で310試合打率1割9分1厘ホームラン13本38打点これ。 満足する選手は一人もいないと思います。だからこそ、これまでの形を全て壊して、でも打撃改造に着手。そこでたどり着いたのが杉本選手への弟子入り、そして極端にも感じるアッパースイングなんですね。エゴス選手のアッパースイングを見て、ファンからはあんなスイングで当たるのと、そして杉本選手の弟子入りや今取り組んでいることを深くまで理解されていない。評論。家の方からはもっとレベルに振らないと確率高く打てないよという声も上がってます。正直そういった評論家の方に関しては、もうちょっと調べてからコメント出してあげてよと思ったりもするんですが、大きな変化には批判的な声が上がりやすいのも事実で、そのことについてエゴス選手は？ リングを変えるのは今までちょっと怖い。どうなるんだろうという思いもあった。でも、もう覚悟はできている。これでダメならもういいや、という気持ちの方が強かった。やらないよりやってダメだった方が後悔がないので、自分の中でダメだったら最後だと思っている。そこは覚悟してきている。周りがどうこうより自分が納得した形でやるだけなのでということで、もう覚悟していると、江越選手は8年目の今シーズンを迎えるにあたって、今年ダメだったら終わりだという風うに契約更改の席でも話をしていました。じゃあ、周りにどう言われようと、自分が信じたことを1年間やり抜こうと、これまでは先ほどもお話した通り、教えられたことを深く考えず言われる。まま にやっていたからこそ、自分の芯がなかったですが、今取り組んでいることはしっかり自分に落とし込んで継続できて、結果として現れている。それというのも一つの自信に繋がってるんじゃないかなと思うんですね。もちろんとんでもない空振りというのはまだありますよ。ああ、やっぱり簡単な空振りはゼロにならないかなと感じることも多々あります。ただ、それでも追い込まれたら右方向に意識を置いて粘ってみたり、インコースに来たボールは思い切って引っ張ってみたりで変わり目を見せています。ただ、ここ数年ですかね。なかなか一軍で結果が出ない姿を見て、タイガースファンからはエゴシトレードあるんじゃない。もしかしたらリリースあるかも。なんて声も上がっていたと。そんな中先日。 カープを3連覇に導いた緒方元監督がエゴス選手について衝撃の事実を口にしたんです。というのも、緒方さんがカープを率いた2015年から2019年の間、タイガースの監督が同い年の金本監督、そして矢野監督だったというのもあって、トレードを画策していたみたいなんですね。そして実際に話を持ちかけていたみたいなんですが、タイガースは当時こういったコメントを出していたと足が速い瞬発力があるということは、スイングスピードも上げられるし、パンチ力も出せる球団を通して話をしてもらったけど、出せないという答えをもらったということで、緒方さんは当時使わないなら、くれとストレートに打診していたみたいなんですが。タイガ カスは覚醒を信じて拒否。確かに、もしかしたら当時エゴス選手を放出してカープの有望株を獲得できていたらまた違った戦いができていたかもしれない。それはエゴス選手にとってもタイガースにとってもです。ただタイガースは球団としてエゴス選手が秘めるポテンシャルを信じてトレードを断った。その選択が正しいのかどうかは今年の結果で決まると思います。まあ、水面下でこういう話があっても不思議ではないなぁとは思っていましたが、まさかこのタイミングでこういう話が出てくるとは思ってませんでしたね。ただ逆にファンとすれば嬉しいというかエゴス選手の覚醒を信じて球団は待った。そしてそれが今徐々にで割りますが実を結びつつある。 尾形さんは今のエゴス選手について、裏を返せばタイ。ガー。明日はエゴシの潜在能力に期待してここまで来てるということ。確かにエゴシを使うことができれば、一気に外野の層は熱くなるし、競争が激化する。並んで特打していた。大山と比べても打球に遜色はない。いきなり右の中心打者になる可能性というのも十分あるということで、本当に確率確率と言われてきた。選手がその課題を克服しつつあるわけですから。いよいよ今後のオープン戦の結果次第では、これまでのスペシャリストとしては、もちろんバッティングにも期待された状態で、勝負の2022年シーズンを迎えることができるかもしれません。そして、緒方さんは続けてピッチャー。 違って野手手はは時間がかかかりまますすらきののとといいいうう結構よことでここに関しては何度かお話をしていますが、エゴス選手がオフに弟子入りしたバファローズ杉本選手は30歳でホームラン王に輝いた。そしてスワローズの塩見選手に関しては28歳で大ブレイク。塩見選手はエゴス選手と同じく足と守備は超一流なんだけどなと、そういう風に言われてきて、1軍で思うようにバッティングで結果を残すことができなかった。で、これを考えると、十分エゴス選手にも覚醒のチャンスは残されていると思いますし、今の外野市場を考えても大きなチャンス。昨日の動画でもお話をしましたが、矢野監督はロハス選手の見極めをオープン戦の 期間ででででやっっっててていいいいいくととととと言これはは決ししスッ選選手手だかかから自動的にメなななななよよみんん横一線りアピーールきたを使ううセジじゃもちろんある程度計算できる選手ですからそれなりに打ってくれたらロハス選手や糸井選手それこそ去年存在感を見せた島田選手がポジションを奪うかもしれないエゴス選手はここ数年バッティングでの実績が全くない分その選手たち以上にアピールしないといけないのは事実ただこの1ヶ月間エゴス選手の姿を見てるとそういった選手たちを一気にまくっていける可能性があるんじゃないかなと感じたんですがどうでしょうエゴス選手はこれまで自分がロマン法と呼ばれていたこ ことを知らなかったとただこれまでずっと期待されていたことについてでもそうやって期待されてるなぁということは感じますこれまで裏切り続けてきたので自分が求めるものをやりたい結構言われると意識しちゃうんで今年は自分のやりたいことをやると決めていますということでそしてエゴス選手は最後に楽しくやりたいというふうにも話をしてますもうすべてをぶっ壊して新しい形を作ろうとしてるわけですからとことん自分が信じたものを突き詰めてもらいましょうそれが最終的にどんな着地を迎えるかはわかりませんがただ言われたことをやってそれを落とし込めてなかった時のエゴス選手とは別人なのは明らかじゃないと紅白戦で5番で使おうかと首脳陣もならない と思いますし、ここまでの結果もついてきてないと思います。本当にエゴス選手がここから覚醒することがあれば、去年の杉本選手に続いて、まだ俺もやれるかもしれないと、これまでくすぶってきた中堅選手たちにとっても希望の光になると思うんです。エゴス選手もその光というのを杉本選手からもらったと思いますし。次はエゴス選手がそれを与えていく。番タイガースには本当にこの選手、またもう一度輝いてくれたら、ここから数字を伸ばしてくれたらという選手がたくさんいます。チーム運営をしていく中で、循環は必要不可欠なんですが、それでもファンとして輝いてた頃を知ってる。選手の名前を聞かなくなっていくのは寂しいじゃないですか。そんな中エゴス選手は？ にに向けけけててていいいいい位置につるるとと思思ままますすかからら明日から始まるオーープン戦ででもらしさ全開自分が信じた道を進んでアピール続なはい、ということで、今回の動画では、エゴス選手が語った今年にかける思い、そして尾形さんから明かされたエゴス選手のトレード案についてお話をさせていただきました。まあ、タイガースの中堅選手に関しては、たびたびこういうトレード案というのが出ますよね。まあ、エゴス選手もそうですし、高山選手もそう、特にピッチャーなら藤波投手とかもそうですけれども、こういう選手が放出されるんじゃないかとか、毎年色々言われますが、タイガースは粘って粘って、そういった選手たちを保有し続けて、なんとかもう一度花を開いてくれないかな というふうに期待して待ってます。そういった意味でも、エゴス選手には球団の期待に応える意味でも、あの時のトレードを断ったのは正しかったんだと証明する意味でも頑張ってほしいですね。間違いなくここまでいい形、いいアピールができてます。だって他にはいませんよね。この選手は打てたらレギュラーだよって言われてる選手なんて、それぐらい走塁、守備は誰からも認められてるってことですから、その唯一の課題が改善に向かってるわけですから、どんどん明るい目で見ていきましょう。皆さんはここまでのエゴス選手についてどう感じますでしょうかよかったら皆さんのご意見というのもお聞かせいただけると嬉しいです。ということで以上、今回の動画が皆さんの参考になれば非常に嬉しいです。この動画が面白かった たたたたたためになっっっとと思てていいいだだけけ方はからチャンンネル登録グッドボタ押ししる嬉です。皆さんのおかげでこの阪神情報局チャンネル登録者2 6300人突破いつもありがとうございます皆さんのご視聴コメント高評価チャンネル登録が励みになってます次は目指せチャンネル登録者2 7000人ということで今後とも阪神情報局何卒よろしくお願いいたしますでまた次の動画でお会いいたしましょう毎日トロホーありがとうございました過去にエゴス選手のトレード案が出ていたというのは衝撃ですがそれを断ったタイガースそしてエゴス選手はその期待に応えるべくここまでしっかり数字を出してます今 このオープン戦でもどういうアピールを見せてくれるのか引き続き注目してみていきましょうでまた